の皆様です。はい、踊りんちは、ボタンを持たない学生チーム、学生おさこいチームということで、元気いっぱいなあふれる姿を届けていただけると思います。それではインタビューしていきたいと思います。まずは踊りんちの魅力についてぜひお聞かせいただければと思います。はい、私は踊りんち代表の片野です。踊りんちのいいところは学年隔てなく仲がいいところです。コーチを経て今年の1年生は2、3年生ととっても仲が良くなっています。はい、ありがとうございます。続いて今年度演舞の見どころを教えていただきたいです。はい、今年度演舞声覧の見どころは、衣装替えと大連鎖です。衣装替えでは色の変化にご注目ください。それでは踊っていただきます。どうぞ。会場にお集まりの皆様、こんにちは。見ている皆様に最高の笑顔をお届けできるよう、踊り子一同全力で踊らせていただきますので、お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。今日という日がみんなにとって最高の思い出になりますように。それぞれの夢に向かい、がむしゃらに突き進んできた暑い夏が終わりの兆しを見せる中、あなたは今どんな思いでいますか？もしも苦しく悲しい思いでいるのなら泣いたっていいんだよ。なぜなら辛い今を乗り越えたその先にはきっと楽しい日々が待っているのだから。その時になったらたくさん笑ってる姿を見せてほしいな。だってみんなの笑ってる姿が大好きだから。欲を言えば私たちの演舞を見て笑顔になってくれたら嬉しいな。踊り子のみんな、みんなも見てくれる方の笑顔を見ながら踊りたいよな。だったらまだまだ力足りないよな。もっと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 笑い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 。今の自分ができる最大限の演舞に乗せて踊りやすさえな。今この瞬間を心に刻め。誰のために？誰のために？
踊り子撤収。